漫画、傷だらけ、聖女より報復を込めてが2025年に、ライトアニメ化されることが決定した。治癒の力を持つ、聖女候補のルア。しかし彼女の能力には、欠点があり、症状を自分に移して治癒するため、自身に痛みや苦しさが伴うものだった。ジニ、血管聖女と蔑まれたが、いつもかばってくれる、親友アリアンの存在に助けられていた。